本の中にキャンディーがたくさん書いてあります。たくさんキャンディーが書いてあるので少しキャンディーが欲しくなってきました。ではおまじないをかけましょう。たくさんのキャンディーが出てきました。でも中が気になりますね。中を見てみましょう。あ、さっきまで書いてあったキャンディーがこの通り出てきたので空っぽになってしまいました。こちら魔法のキャンディーのマジックでした。こちらミッキーのマジカルペンケースというマジックです。可愛い筆箱で何も入っておりません。でもお絵かきしたいなと思ったらペンが必要ですよね。ここでおまじないをかけます。あれ、ちょっとおまじないが弱かったですね。もうちょっと音が聞こえますね。この通り綺麗なペンが出てまいりました。でもお絵かきをした後はお片付けですね。ふっとおまじないをかけるとこの通り空っぽになってしまう。マジカルペンケース、こんなこともできるんですね。まだ何も出てないですが、ちょっとお腹が空いたなという時にはえい、おまじないをかけると今度は美味しそうなお菓子が出てきます。でもちょっとお腹がいっぱいになってきたなと思って食べた後はおまじないをかけて綺麗に消してしまいましょう。マジカルペンケースでした。